こんにちは。北九州市です。この動画では、ハザードマップの見方について解説をしていきます。まず、お手元にお住まいの地域のハザードマップをご準備ください。それでは、土砂災害警戒区域図、洪水浸水想定区域図について解説をしていきます。まず、土砂災害警戒区域についてですが、地図中、薄い黄色で示している箇所が土砂災害警戒区域になります。地図中、ピンク色で塗られている箇所について、ここが土砂災害特別警戒区域になります。その区域の中でも3つの種類がございます。地図中、黄緑色で囲われている箇所、ここが崖崩れの発生する恐れがある箇所になります。続いて、青色の点線で覆われている箇所。こちらが土石流が発生する恐れのある箇所になります。次に、オレンジ色の点線で覆われている箇所。こちらは地滑りが発生する恐れのある箇所になります。続いて、内水氾濫についてです。地図中、明るいピンク色で覆われている箇所。こちらが過去、平成19年度以降、内水被害の通報があった箇所になります。今後も内水氾濫が発生する恐れのある箇所になりますので、確認をお願いします。続いて、河川洪水についてです。河川による浸水の危険性を色分けして表示しております。0.5メーター未満。大人の膝ぐらいまでの高さであれば、薄い黄色で示しており、0.5メーター以上になりましたら、ピンク色で表示しています。色が濃くなればなるほど、浸水深が深くなります。続いて、家屋倒壊等氾濫想定区域についてです。こちら、地図中、赤の斜線で覆われている箇所。ここは、流速が速い場合、木造家屋が倒壊する恐れがあります。続いて、地図中、紫色の斜線で覆われている箇所。こちらは地面が削られ、家屋が建物ごと倒壊する恐れのある箇所になります。この家屋倒壊等氾濫想定区域にお住まいの方は、建物そのものが倒壊をしてしまいますので、立ち退き避難が原則となります。続いて、高潮浸水想定区域図、津波浸水想定区域図の解説をしていきます。皆さん、お手元のハザードマップを裏返してご参照ください。まず、高潮についてですが、高潮による浸水の危険性を色分けして表示しています。0.5メーター未満。大人の膝ぐらいまでの高さであれば薄い黄色。徐々に色が濃くなれば浸水深が深くなります。地図中にあります波のマークは、過去に高潮被害が発生した箇所になります。続いて、津波についてですが、津波による浸水の危険性がある箇所を、地図中、明るい緑色の斜線で覆われた箇所。ここが津波の浸水する危険性がある区域になります。続いて、避難地についての解説になります。避難所の右下にあります丸項などの表示は、各避難所の適用する災害を示しています。例えば、地図中の避難所であれば、洪水、内水、土砂災害、地震、津波、高潮、火事、この全ての災害に対応した避難所ということがわかります。このように避難所の外に適用する災害や海抜を示した標識を掲示しております。また、避難所と避難地の違いについてですが、避難地については、災害、火災や津波から身を守るために、あくまで一時的に逃げ込む場所、広いスペースが確保できます大きな公園やグラウンドなどが指定されています。避難所については、一定の期間、避難生活をする、また避難生活ができる場所になります。北九州市では、各市民センターであったり、災害の規模が大きくなりましたら、
学校の体育館などが指定をされています。ハザードマップの確認については、お住まいの地域に色が塗られてない場合でも必要です。勤務先や通勤通学中に被災する可能性も十分想定されますので、生活圏のハザードマップを確認しておくことが重要になります。お住まいの地域以外のハザードマップについては、市のホームページで閲覧することができますので、ぜひご覧ください。以上でハザードマップの解説を終わります。ありがとうございました。